Hello，大家好，是金子。那今天我们要来玩回来玩我们的全世界都 Wonderland。那这次是玩到一只七幻覚 Tradition。我们来看看剧情吧。上一次是被那些不良学生找茬。还流汗呢！我这个声音是怎么回事？揉め事をご報道って言われたばかりなのに、先を思いやれる。这个好了。とにかく俺らもランチにしよう。朝ごはんも食べ損ねたし、俺も倒れる寸前。ひどい目に。優秀な魔法士を輩出する名門校にあんなテンプレ不良がいるとは。では気を取り直していただきます。うまい。オムレツの卵がふわふわで中からチーズがとろーり。不要一直形容食物然后讨厌。お前たちの寮は今朝見たけど、他の寮ってどんなのなんだぞ。学園のメインストリートにグレートセブンの石像が立ってたじゃん。あの7人に習ってこの学園には7つの寮があるんだよ。ゲッ、あんたは今朝の俺様たちを騙してバラに色を塗らせたやつなんだぞ。騙したなんて人聞き悪いな。俺もやりたくてやってるわけじゃないんだよ。寮の決まりだから仕方なくやってるだけで。めちゃくちゃ笑顔でしたけど。まあまあデュースちゃん、寮の外なら例のルールに従わなくていいし、今のゲイ君は後輩に優しい先輩だから。ちゃんつけはやめてください先輩。それはケイトの愛情表現だからな。つが隣のあんたは誰？おっと悪い。俺はトレイ、トレイクローバー。ケイトと同じでアーツラビルの3年だ。君はタ、タンタマを。使われてなかった寮の監督生に着任した新入生の子だろ？ケイトに聞いてる。昨日はうちの寮の奴らが迷惑かけて悪かったな。ってちゃっかり隣に座ってるし。まあまあ、せっかく同じ寮に入ったんだから仲良くしようよ。どうぞ。とりまアドレス交換で。スマホは持ってません。え、スマホ持ってないの？マジヤバ。天然記念物並みにレアじゃん。最新機種安くしてくれるお店紹介してあげるよ。今度スマホ選びデートとかどう？ケイト、新入生が引いてるからほどほどにな。好温柔哦。で、寮の話だっけ？いいね、会話がフレッシュ。何でもお兄さんたちが教えてあげよう。つうか、他よりまずうちの寮について教えてほしいんすけど、あのハートの女王の法律とかいう変なルールは一体何なの？伝説のハートの女王についてはお前たちもよく知ってるだろう。規律を重んじ、厳格なルールを作ることによって変な奴らばかりの不思議な国を治めていた。そんなハートの女王をリスペクトして、我がハーツラビル寮生はハートの女王のドレスの色である赤と黒の腕章をつけて、ハートの女王の作った法律に従うのが伝統ってわけ。肩が凝りそうな寮なんだぞ。どれくらい厳しく伝統を守るかは寮長の気分次第で、前の寮長はかなりゆるゆるだったんだけどね。リドル寮長は歴代寮長の中でも飛び抜けて真面目だね。だから最大限その伝統を守ろうとしてるというわけだ。げえ、めんどくさ。なな、他の寮はどんな寮なんだ？お、開始介绍宿舍だね。好、下一章。え、还是在食堂。伝説セブン。七大传说。七大传说还是传说中的七人。应该是传说中的七人才对。大食堂。那那他の寮はどんな寮なんだ？さっきケイトも言ってたけど、この学園に。为什么突然能变音乐了？グレートセブンに習った寮が7つある。まず俺たちが所属してる。ハートの女王の厳格な精神に基づくハーツラビル寮。あとは
百獣の王の不屈の精神に基づくサバナクロウリョ、海の魔女の慈悲の精神に基づくオクタビネルリョ、砂漠の大賢者の熟慮の精神に基づくスカラビアリョ、美しき女王の奮霊の精神に基づくオムフィオーレリョ、死者の国の王の勤勉な精神に基づくイグニハイドリョ、そして茨の魔女の高尚な精神に基づくディアソムニアリョ。たくさんあるんですね。覚えきれる気がしない。我觉得我说选择歌我有根本不可能记得住。名前がない、そんな一気に覚えられねえんだぞ。ざっくりで OKOK、OK OK、そのうち嫌でも覚えるし。どの寮に入るかは入学式の時魂の資質で闇の鏡が決めるとされてるけど、なんとなく寮ごとにキャラが固まってる感じはあるな。それはあるね。めっちゃわかる。キャラですか。例えばほら、あいつ犬の耳が入っている。マッチョが犬耳かしガチューシャーと斬新ね。マッチョがつくはあのゴツさは見るからにサバナクロウリョって感じだな。それだ。運動とか格闘が得意なタイプが多い量なんだよね。肉体派っていうか、いかついお兄系っていうか。黄色と黒の腕章をつけてるのはサバナクロウリョ。じゃああっちの灰色と薄紫の紐を腕に巻いてるのは。ああ、そうに。彼はオクタビネルリョだな。その手前のテーブルに座っているエンジと黄色の腕章はスカラビアリョの生徒。おお。どっちも頭脳派ぞろいって言われてる。筆記テストはそこ2寮がデッドヒートって感じだよね。あ、でもスカラビアの寮長は勉強はそこまでって感じで。はい、これ話が脱線するフラグ。もう大順の早いな。話を戻すと、あっちのやたらキラキラしいのはオムフィオーレリョ。紫と赤の腕章をしてる。あ、这个右边那个。超可愛い女の子がいるんだぞ。那不是女孩子。男子校なのに。アホ。男子校に正式入学したやつ、女がいるわけないでしょうが。女の子といえば、西校舎の肖像画。ロザリアちゃんはなかなかレベル高いよ。興味あるなら紹介するけど、お見合いパーティーセッティングしよっか。あ、いらねえっす。ロザリアちゃん可愛くても、変人なんでしょ。イケてるなら平たくてもいいじゃん。まあポムフィオーレは顔面偏差値&美容意識半端ない連中ってことで、寮長もフォロワー数500万人いるマジカメグラマーだよ。おいおい、顔面偏差値だけで話をまとめるな。ポムフィオーレ寮は魔法薬学や呪術が優秀な生徒が多いのも特徴だ。そうでした。で、次はイグニハイド寮だけど、青と黒の腕章のやつ、この辺には座ってないな。あそこの寮、なんかみんなガード固くて、俺も友達いないんだよね。妖キャラ揃いのハーツラビルとは正反対っていうか。ネクラが多いってことか。こらこら、言い方。言い方。おとなしいやつが多いイメージはあるけど、魔法エネルギー工学とかデジタル系に強いやつが多い寮かな。あとはディアホニョー寮ですけど、キリッとした顔で語尾をごまかしてんなよ。ディアソムニア寮ね。噛んだだけだ。噛んだだけ。ディアソムニア寮は、いたいた、あの食堂の奥の特等席に固まってるメンツ、黄緑と黒の腕章が目印。あそこはなんつうか超セレブっていうの、俺たち庶民が話しがけづらいオーラ放ちまくりなんだよね。寮長からして近寄りがたさマックスっていうか。あれ、子供が混じってる。うちの学校は飛び級入学がありだから。でも彼は子供じゃないぞ。俺たちと同じ3年生。リリアちゃん。うん、リリア・バンルージュ。うわ、こいつ瞬間移動したんだぞ。お主ら、わしの年齢が気になるとな。吸血鬼は。こんなにピチピチで愛らしい美少年のわしだが、確かにそこのメガネが言うように子供とは呼べない年かもしれんな。ピチピチ。遠くから見るだけでなく、
気軽に話しかけに来ればよかろう。同じ学園に通う学友ではないか。我がディアソムニアルーはいつでもお前たちを歓迎するぞ。这绝对是吸血鬼。あっちのメンツは全然気軽に話しかけてほしいって感じじゃないけどな。食事中上から失礼したな。ではまたいずれ。あっちの席と俺たちの席、軽く20メートル以上離れてんのに俺らの話が聞こえてたってこと？怖っ。まあそんなわけで、ディアソムニア寮は少し特殊なやつが多いイメージだな。魔法全般に長けた優秀な生徒が多い。寮長のマレウス・ドラコニアは世界でも5本の指に入る魔法師と言われてるくらいだ。マレウス君は正直ヤバヤバのヤバだよね。つかそれを言うならうちの寮長も激ヤバなんだけど。本当にな。私また出現こいつ。こんな首輪つけやがって。心の狭さが激ヤバだよ。ちょっと出現だ。激ヤバなの？そうだよ。幻覚を通り越したら暴動だろ。こんなエース、後ろ。寮長。可以，我觉得这个剧情很可以。哇，我刚立完 flag， 下一个马上就出现，这果然是定律啊！我的天哪。僕が激ヤバなの？马上来继续讲，笑死。昼食ギルティ、罪恶的午餐。ケイト、あまりおしゃべりが過ぎると、そのよく回る口ごと、首をはねてしまうよ。いやいや、勘弁してよ。こいつ、入学式で俺様に変な首をつけたやつだぞ。君たちは、昨日退学騒ぎになった新入生か。人のユニーク魔法を変な首輪呼ばわりするのは、やめてくれないかな。まったく、学園長も甘い。規律違反を許していては、いずれ全体が緩んで崩れる。ルールに逆らった奴はみんな人思いに首をはねてしまえばいいのに。顔に似合わず言うこと怖。学園長は君たちを許したようだけど、次に規律違反をしたらこの僕が許さない。ところで寮長、この首輪って外してもらえたりしませんかね。反省しているようなら外してあげようかと思っていたけど、先ほどの発言からして君に反省の色があるようには見えないな。しばらくそれをつけて過ごすといい。心配しなくても、1年生の序盤は魔法の実践より基礎を学ぶ座学が中心だ。魔法が使えなければ昨日のような騒ぎも起こさなくてちょうどいいだろ。さあ昼食を食べたらダラダラ喋っていないで、早く次の授業の支度を。ハートの女王の法律第271条、昼食後は15分以内に席を立たねばならない。ルール違反はお分かりだね。はあ、また変なルール。返事は、はい寮長。はい寮長。よろしい。まあまあ、俺がちゃんと見張っておきますから。君は副寮長なんだから、ヘラヘラしてないでしっかりしてよね。僕はハートの女王の法律第339条、食後の紅茶は必ず角砂糖を2つ入れたレモンティーでなければならない。を守るために購買に角砂糖を買いに行かなきゃならないから。これで失礼。まったく、シュガーポットに角砂糖を切らすなんて重罪だよ。あ、这是什么。ひゃー、焦った。超感じが悪いんだぞ、あいつ。こら、失礼だぞ。寮長、言ったか、俺、ハートの女王の法律第186条。火曜日にハンバーグを食べるべからず、に違反してハンバーグ食べてたから、見つかったらどうしようかと思った。はぁ、あ、食うものくらい自由にさせてほしいよな。寮長は、
入学して1週間と経たずに寮長の座に着いた。少し言葉がきつくなりがちだけど、寮を良くしようと思ってのことで、根は悪いやつじゃないんだ。根がいいやつはいきなり他人に首輪つけたりしないんだぞ。入学式で暴れたグリムが悪い。そういえばユニーク魔法って、我知道我不…其实我很想选上面的，可是我很想要知道下面的歌是什么，应该是自创魔法吧，魔法吧。リドル君のユニーク魔法のこと？ユニークということは寮長独自の魔法ということですか？厳密に世界で一人かはさておき、一般的にその人しか使えない個性的な魔法のことをユニーク魔法と呼ぶ。そのうち授業でちゃんと習うと思うぞ。リドル君のユニーク魔法は他人の魔法を一定時間封じることができる魔法、その名もオフイズユアヘッド。首を跳ねろ。名前がもう怖いのだ。魔法師にとっては魔法を封じられるのって首を失うのと同じくらい痛いからね。ってわけで寮内ではリドル君のルールには逆らわない方がいいよ。逆にルールにさえ従っていればリドル寮長も怖くないってことだ。そういや俺タルト買って帰らないとまたケイト先輩に追い出されるわけ。そうだね、ハートの女王の法律第53条でそう決まってるからさ。あとリドル君は特にホールケーキの最初のワンピースを食べるのを楽しみにしてるから、きっとホールじゃないと許してくれないよ。仲良くしようとか言っといてそこは見逃してくんねえのかよ。それはそれ、これはこれ。しかしタルトをホールでってだいぶ高くないか。げえ、俺そんな金持ってないんですけど。じゃあ作っちゃえば。あのタルトも全部トレイ君が作ったやつだし。意外な特技、確かに買うより安いかも。つかはる、あのタルトトレイ先輩が作ったの？すげえ、売り物みたいでしたよ。ありがとうな。確かに器具や調味料なんかは一通り揃えてあるが、ただで提供するわけにはいかないな。金取るのかよ。後輩から金を巻き上げるわけないだろ。次にリドルが食べたがってたタルトを作るのに栗がたくさんいるんだ。集めてきてくれないか。どっちにせよ面倒。で、どれくらい栗が必要なんすか。なんでもない日のパーティーで出すとすると2、300個くらいかな。そんなに。栗に熱を通して皮を剥いて裏ごしするところまで手伝ってもらおうか。俺様帰っていいか。僕悪情者。悪情者。みんなで作ってみんなで食べたら絶対美味しいって思い出作りってやつ。お料理ブロガーデビューもできちゃうかもよ。寮長には内緒だけどマロンタルトは作りたてが一番うまいんだ。出来たてを食べられるのは作ったやつだけだぞ。おうおう、お前ら気合い入れろ。栗を拾って拾って拾いまくるんだぞ。変わり身早。ところでどこで栗を拾えば。すぐ掘る。栗の木は学園内の植物園の裏の森にたくさんあったはずだ。よし、じゃあ放課後植物園の前に集合で。ゴーゴー栗拾い。なんだぞ。好啦，那感谢大家收看今天的影片，到这里结束啦。那如果你喜欢我的影片的话，就在底下按赞、留言、分享，并且订阅我哦。那我们下次再见，拜拜。